ジュリー社長が期待する関西ジャニーズ JR、A グループがデビュー決定、でも関係者間では様々な不安要素が囁かれ、関西で活動するジャニーズ JR 内ユニット、A グループがデビューすることが踏み張るオンラインの取材で分かった。発表の時期についてはまだ知っている人はごく少数です。 ただ、ユニバーサルミュージックの担当者も決まり、CD デビューに向けてすでに準備は進んでいます。しかし関係者間では様々な不安要素が囁かれてもいる。不安要素は A。グループにあるのではない。不安視されているのはジャニーズ事務所だ。関西ジャニーズ JR うちのユニットとして結成、ジャニー氏による成果害へのジャニーズ事務所の対応について、 世間からの批判の声があまりに大きいし、ジャニーズタレントが次々に辞めている。週刊誌メディアを中心に、滝沢秀明氏が立ち上げた戸部に合流するとされているジャニーズタレントの名前も挙がっています。ここまで大事になれば、ジュリー社長が辞任するのでは、と口にするスタッフもいます。どうなるのか。善と多難な角出となりそうな a え、グループ。 元々は関西ジャニーズ JR うちのユニットとして、正門良二26、末沢聖也28、草間リチャード敬太27、小島健23、福本大晴れ23、佐野翔才21の6人で結成された。2019年2月からグループとして活動する a グループは、 関ジャニエイトの横山博士くん42がプロデュースしている。関ジャニエイトと同じく歌やダンスだけでなくメンバーらがバンド演奏も行っています。また関西 JR らしくお笑いも得意で今メキメキと力をつけているジャニーズ関係者。 にわ男子に隠れていたが、めきめき人気を上げた2019年に結成した直後は、どちらかというと2018年結成の関西ジャニーズ JR 内ユニット、にわ男子に注目が集まっていた。関西ジャニーズ JR を引っ張っていたのは、金プリとしてデビューした平野く君。 26、柳瀬蓮くん、24、に加え、後に何は男子を結成する西畑大吾くん、26、大西流星くん、21、でした。関西 JR のトップアイドルのグループとなれば、当然、注目度は高い。しかも何は男子には、結成前からオリジナル曲があるなど、JR 内ユニットの中でも、吉見大宮でした。当然。 そのため、デビュー後もしばらくは何わ男子の影に隠れていた AA グループ。しかしここ数年で舞台やツアーの経験を積み、24時間テレビのスペシャルサポーターに抜擢されるほどのグループに成長した。結成当初からジュリー社長が目をかけていたわけ、a グループは2020年、2021年と日本テレビの24時間テレビで2年連続 y t v スペシャルサポーターを務めました。2021年11月に何は男子が CD デビューを果たした後はデビュー前の関東関西を合わせた JR 内ユニットの中では特に人気が高い。 最近では、横山だけでなく大倉忠義くん、38、もプロデュースを担当していますよ。全国ツアー、ええと驚き、全国ツアー2023の6月4日に行われた札幌公演では、大倉くん自ら札幌まで足を運んでいました。当然、何は男子の後人を排したようにも見える A、えー グループだが、実はユニット結成当初から、ジュリー社長が目をかけていたグループでもある。ええ、グループの初舞台、僕らええ、ええグループって言いますねん、には、藤島ジュリー社長、56、が自ら足を運んでいました。 ジュリー社長が長年担当していた関ジャニエーとのメンバーがプロデュースしていた関係で見に来ていたのだと思いますが、そこで彼らのスター性が大メガネにかなったのではないでしょうか。別のジャニーズ関係者。メンバーからジュリー社長の名前が頻繁に出ます。ええ。グループも強大な後ろ盾であるジュリー社長を慕っているようだ。ええ。グループのメンバーからジュリー社長の名前が頻繁に出ます。 直接連絡を取るメンバーもいるようです。舞台出演の際には抜擢された意図などが直接電話などで説明されることもあるみたいですね。ケアはかなり丹念な印象です。 また、昨年行われた坂本正幸くん、51、が主演した舞台、The Boy From Oz Supported by J.A.C.C.S. でも、坂本くんの恋人役に同グループの末沢くんが抜擢され出演しています。事務所側の期待度の高さを感じますよね、舞台関係者。しかしながら、ええ。 グループがここまで成長した要因は事務所の後押しだけが要因ではない。外部スタッフからの評価も高いのだ。ええ。グループはみんなそうですが、中でも正門くんはスタッフ受けがとにかく良いんです。ちゃんと笑顔で挨拶をしてくれるし、応対は常に丁寧。細かいところにもよく気がつく。 ジャニーズタレントは、プロデューサー以外のスタッフと直接やり取りすることは少ないのですが、まさかド君はジャニーズタレントらしくないタレントと高評価です。同然。えいえ。グループのデビューについて、ジャニーズ事務所とユニバーサルミュージック奏法に事実確認を行ったが、期日までに回答はなかった。小ジャニー北川氏の性問題課外問題で揺れるジャニーズにとって、このデビューは、 基地と出るのか、それとも、ふみはるオンライン特集版ウェブオリジナル特集版。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。